ディアンドルは、日本の競争馬。主なカチクラは2019年の青いステークス、2021年、福島品場ステークス。馬名の由来は、ドイツの女性用民族衣装で、母母花より連想。2016年2月14日、北海道阿比町の農山ファームで誕生。一口馬主法人、シルクホースクラブから総額1600万円で、募集された。 ノーザンファームでの育成開始当初は、村上隆弘旧社長が、早い時期にデビューできそうな雰囲気はなかったですし、何よりも、スプリント向きといえる、スピード能力があるようには感じられませんでしたと、述べるように目立たない存在であったが、調教を重ねるにつれて、筋肉質の馬体となり、気象面の前向きさも発揮されて、スピードに乗った走りを見せるようになった。立東 奥村豊た社に入級。7月15日の新馬戦でデビューし、ファンタジストにタイム差なしの2着となる。中1周で臨んだ未勝利戦を勝ち上がると、秋からは、カンナステークス、クリスマスローズステークスと1200メートルのオープン特別を連勝して、通算4戦3勝とした。2月23日のマーガレットステークスから始動し、 単勝1.2倍の指示に応えて解消する。初の重賞挑戦となった青いステークスでは、デビューからの6戦で6人目の騎手となる、藤岡祐介とのコンビで一番人気に支持され、直線で早めに抜け出すと、アスター・ペガサスの追撃を頭差しりぞけて優勝し、8区のも連勝での重賞初制覇を飾った。管理する奥村豊町教師にとっても、開業5年目で、 初の重賞制覇となった。小馬との初対戦となった北九州記念では、後位からレースを進め、大名プリンセスには差し切られたが2着を確保し、デビューからの連続連帯を7に伸ばした。次戦のスプリンターズステークスでも4番人気の支持を集めたが、見せ場を作れないまま13着と初の大敗を喫した。4ヶ月の休養後、 4歳初戦を迎えたシルクロードステークスは14着と前走に続く、惨敗に終わる。初の1400となった京都品場ステークスも10着と2桁弱順に沈む。3ヶ月ぶりとなった安土城ステークスは13着、4ヶ月ぶり初のマイル戦となったポートアイランドステークスは逃げるも12着に終わる。さらに距離延長となったアンドロメダステークスでも、 先手を取り8着と、副長気配を見せる。5歳初戦、愛知杯は最低人気で出走し厳しいペースで逃げ10着。自走、段野大成とのコンビで挑んだ、小倉大将天は2番手からレースを進め、直線戦闘に立つと、手で通りある、ボッケリー2にかわされるものの3着を確保する。新潟競馬場で行われた福島頻馬ステークスは、再び段野とコンビを組み、 逃げの競馬から、新潟外回りコースの長い直線を粘りに粘り、一旦、ドナートラエンテにかわされるも盛り返し花差しのいで一着。青いステークス以来1年11ヶ月ぶりの勝利で、重賞2勝目を飾った。自走は、ビクトリアマイルを、選択、前走重賞を勝ちながら14番人気と、低評価だったが、後位から競馬をすると、勝ったグランアレグリアには離されるも、 2着のランブリングアレイに0.1秒差の4着に入った。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。